はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。このチャンネルでは古典文法を中心に分かりやすく丁寧に解説していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。さあ、前回までで動詞が終わりました。そして今回から形容詞に入っていきたいと思います。形容詞っていうのは物事の状態を表すもの。例えば今の言葉で言えば、暑いとか寒いなんて何々いいで終わるもの、これが形容詞です。美しいとかね、綺麗とか、こういうのが形容詞になります。古文の場合はいいで終わるんじゃなくて、言い切りがしで終わるものです。美し、暑し、寒しとかね、こんな感じです。で、形容詞にも活用の種類があるんだけど、活用の種類はなんと2つ。句活用と子句活用の2つだけです。じゃあ、その句活用と子句活用ってどうやって見分けるのっていう話なんだけど、めちゃめちゃ簡単。今さ、形容詞が何々しで終わるって言ったでしょ？で、その何々しで終わったものになるをつけてみてください。例えば、何々しの後になるをつけたら、何々くなるになった場合。そうすると、いいよね。不活用。形容詞の言い切りの形になるをつけたら、何々しくなるになった場合。これは、子句活用。こんな感じで見分けます。簡単でしょ？で、形容詞の活用表っていうのがこんな感じになります。右側が句活用、左側が子句活用です。なしにさ、なるつけたら、なんて言う？なしになるつけると。なくなるっていうでしょ？なるの直前が句じゃん。だから句活用。じゃあ、美しになるつけたら、美しくなるっていうよね。だから左側が子句活用です。じゃあ、この活用表を覚えちゃいましょう。でね、これ、なるべく、そうそう。今まであんまりなかったと思うんだけど、まあ、あんまりっていうか、全くなかったと思うんだけど、今回、活用表が右と左で分かれてるでしょ。未然形に右側に句で左側がからとかさ。これ、ものすごく大事です、実は。これ、後でやるんだけど、右と左で分かれてるってすごい大事なので、なるべくね、縦で覚えましょう。く、く、し、き、けれ、まる。から、かり、まる。かる、まる、かれ。こんな感じで、右側、左側、分けて覚えてください。はい、じゃあ、覚えられるまで一回ここで動画を止めて、声に出して言ってみましょう。く、く、し、き、けれ、まる。から、かり、まる。かる、まる、かれ。しくしくし、しきしけれまる。しからしかりまる。しかるまるしかれ。さあ、覚えられましたでしょうか？で、もしかしたら今、がっつりと、まあみんな真面目だからね。くくしきけれまるからかりまるかるまるかれ。しくしくし、しきしけれまる。しからしかりまるしかるまるしかれっていうふうに、なんかしく活用の方が言いにくいなとかね、思いながらやってくれたかもしれないんだけど、ちょっとさ、よく見てみると気づかない？句活用と子句活用を見比べてみるとさ、実は句活用を覚えれば、子句活用は子を頭に追加しただけです。まあ、終止形以外ね。終止形子子になっちゃうから、そうすると。子子にはなりません。両方とも終止形は子。なので、句活用だけ覚えておけば、これ子句活用だって思ったら、句活用に子を追加すればいいだけだから。そうやって覚えておくと意外と楽かもしれません。はい、じゃあラストの問題です。形容詞の活用の種類はっていうことで2つあります。めでたしとすさまじ。さあ、これどうなるでしょう。はい、じゃあやってみてください。どうぞ。はい、OK でしょうか？確認しましょう。活用の種類なので、さっき言ったようになるをつけます。めでたしに
なるをつけたら、めでたくなる。なるの直前がくなので、く活用です。すさまじになるをつけると、すさまじくなる。なるの直前が軸なので、軸活用はダメだよ。さっき言ったように、形容詞の活用の種類は、く活用と縮活用の2つだけです。どんなに軸、軸、じ、時期、時系列、丸って活用しても、必ず縮活用です。軸活用はないので注意してください。はい、じゃあ今日は形容詞の活用、基本的なことはここで終わりにしましょう。今日はとにかく、形容詞の活用といったら、く、く、し、き、けれ、まる、から、かり、まる、かる、まる、かれ、っていうふうに暗記しておいてください。はい、じゃあお疲れ様でした。またお会いしましょう。さよなら。